普通に撮影しても花火写真は綺麗ですが、このようなちょっと変わった花火の写真、ご覧になったことはありませんか？いわゆるアート花火とも言われますが、今回はちょっと変わった撮り方で花火撮影を楽しむ方法をご案内します。ぜひ最後までご覧ください。今回紹介する写真撮影では以下の撮影方法を使います。バルブ撮影、録光管ピントずらし、マニュアルでのピント合わせ、そして撮影中にズームを動かしたり、撮影中にカメラを動かすというようなことをします。とりあえず上から3つ目まで挑戦してみましょう。バルブ撮影なんですけども、モードダイヤルに B がある機種については B に合わせてバルブを選択してください。B がない機種は M に合わせてですね、シャッタースピードが遅くなる方向にダイヤルを回します。60秒の次がバルブです。そもそもバルブって何ということなんですけども、他の A とか S とか M とかと違ってですね、シャッタースピードっていうのはカメラが決めるんではなくて、シャッターを押している間ですね、シャッターが開いて離すと閉じるという形で自分の感覚で決めることができます。それがちょっとバルブという形になります。今回の撮影ではリモートケーブルは使用せずに、右手でカメラを握って左手でレンズのピント位置をですね、変えるようにしました。あとテンポよく撮影するにはですね、メニューからの設定で調光時ノイズリダクションをオフにしておいてください。そしておすすめのレンズですけども、アップで撮影することが多いので望遠レンズがおすすめです。 45mm の F1.8 や F1.2、 75mm の F1.8 など ND フィルターとの組み合わせでボケが期待できるレンズですけども、単焦点よりもですね、ズームの方が実際は使いやすいです。高倍率ズームがおすすめです。こちらにあるようにですね、12100ですとか14150、12200というものがございます。望遠レンズでは40-150の F4 とですね、 F2.8、 この辺がいいんじゃないかなと思います。で、録光管ピントずらし、これはどういうことかというと、録光管っていうのは撮ってる間ですね、バルブでシャッターを押してシャッターが開いてる間にレンズのピント位置をですね、ずらして撮るというやり方です。ですので右手はシャッターを押し続けて、その間に左手でですね、フォーカスリングを回すという動作が必要になってきます。はい、それによってですね、どういう写真が撮れるかということなんですが、まず最初ピントが合ってる状態からスタートして、フォーカスリングを回してピントを外すという撮り方をすると、最初こう弾けてですね、開いていく時には線で写ってて、ピントをずらしたとこからこう太くですね、なっていくというような写り方になります。逆にですね、アウトフォーカスの状態、ピントを外した状態からですね、合わせていくという撮り方なんですけども、こちらはですね、最初ピントが合ってないんで太いんですけども、外に行くにつれてですね、ピントが合ってきて、細くなっていくというような写真になります。こういう違いがあるんですね。じゃあフォーカスリング、どっちに回すといいのっていうことなんですけども、ピントが合ってる状態から外す場合、花火撮ってる時って基本的に遠くに合わせてますので、近くに合わせる方向に回すとボケが大きくなってきます。ですので、初期設定では右方向ですね。で、逆に外した状態から合わせていくっていう場合はですね、ピンボケの状態、近くにピントが合ってる状態で、遠くはボケてる状態ですね。これから、遠くにピントが合う状態ということで、逆のですね、左側に回していくとですね、ピントが合ってくるというところです。ただ、オリンパス OM のレンズはですね、フォーカス機構は基本的には電子式なので、どこまでもですね、このフォーカスリングで回り続けます。そのため、ピントを外した状態からですね、ピントを合う位置でピタッと止めるのってなかなか難しいんですね。
ですので、フォーカスクラッチがあるレンズはそれを活用していただくとメカ的にですね動いてくれますので、まあ無限遠からちょっと過ぎたところで止まってはくれるんですが、そこまで行くと行き過ぎなんでですね、どうしたらいいかなと思ってちょっと考えたんですけども、実はまだ実践ではやってないんですが、こういうふうにですね目印をつけておくといいかなと思いました。今蓄光シールっていうですね、昼間に光を貯めてですね夜光ってくれるっていうシールがありますので、そういうのをこの無限遠のですね下に貼っておくと、ここで止めればいいんだなっていうのがわかります。ちょっと実際夜ですね試してみないとわかんないんですけども、まあ、そんな形で目印があると非常に安心できるかなと思います。1点注意点があります。フォーカスクラッチを使っていないときにフォーカスリングを動かしますと目印の位置がですねずれてしまいます。こんな感じですね。ですのでこの花火で使うときには一旦フォーカスクラッチにしてですね無限遠を赤い印のところに持ってきて止めます。でフォーカスクラッチを切って目印を赤い印のところまで持ってきます。そしてフォーカスクラッチにすると無限遠とですね目印が合いますので、このようにしてお使いいただければと思います。でまずですね合っている状態から外す、先ほど見ていただきましたけども、これもですねどのタイミングで外すかによってですね、映り方が変わってきます。ピントをずらすタイミングであったり速さでですね違う仕上がりになってきます。このようにですね花火が開ききる手前でピントをずらす撮り方をすると、最初の方はですね線でピントがあってくっきり映ってて、外側だけが太くなっていくっていうような感じですね。これも望遠レンズで外側だけを切り取った感じです。最後だけ太くなってますよね。で2番目、これは花火が開くとほぼ同時にですねピントをずらすという撮り方です。こんな風にですね線が伸びてく瞬間にピントをずらすとですねこういう感じで太くなってきますね。ちょっと全然違った写り方をしますよね。はい、まあ、こんな感じの違いがあります。で外した状態から合わせる、これもですね、まあ、先ほどお話ししているように行き過ぎるとですねまた膨らんでしまいますので、なかなかうまくいかないっていうのはこちらのやり方です。でこの写真、左の写真はですね、外した状態から合わせた後にちょっと花火が伸びた感じですよね。不思議な物体の写真になっています。どっちかというと多分左の方はかなり速いスピードでですね回したんだと思います。で右の方はちょっとゆっくりめに回した感じでですねだいぶ写り方が変わってきますよね。で行き過ぎるとまあこんな感じになっちゃいますよということで、行き過ぎて太くなってしまっていると、なんでただのピンポケ写真のように見えてしまいます。あとこちらもですね、まあ、ちょっとわずかではあるんですけども、ちょっと行き過ぎちゃって一番外側が少し丸くなってしまっているのはちょっと気になるのかなというところです。まあ、別にダメではないんですけどね。実際はこんな感じでカメラを動かしてます。右手でしっかりグリップを握ってですねシャッターを押しっぱなしにするっていうのがバルクです。押しっぱなしにしてる間にピントをずらす、もしくはずれてるとこから合わせるという動きですね。でシャッターを離すと撮影終了と。面白く良い感じになる、いわゆる成功率は正直低いんですけども、撮影自体は結構楽しいです。実際の撮影の様子を後ほどご覧ください。 OM-1、OM-1 Mark II では再生画像の確認の設定がオフになっておりますけれども、 0.5 秒ぐらいにですね、設定しておくのがおすすめです。遅かったのか早かったのかその辺を確認してですね次のショットに活かしていただければと思います。今回は画面キャプチャー用にライブバルブという形でですね画面を表示していますけれども、実際画面と実物ではタイムラグがあるので、ご自身で撮影の際はですね普通のバルブという形にしてですね画面は映らない
形にした方がいいかなと思います。画面ではなく花火自体を見ながらタイミングを測ってピントをずらしましょう。はい、こんな感じですね。実際の表示はちょっと遅れて 0.5 秒ずつなんで仕上がりはちょっと変わりますけども、こんな感じですね。これはちょっと失敗かな。どこにもピント合ってないですね。結構見てわかるようにこう登っていく花火を三脚をちょっと動かしながらですね追いかけて撮ってます。これ全くダメでしたね。どうしてもやっぱり液晶を見ちゃうとですねタイミングが遅れちゃいます。なかなかね成功ばかりとはいかないですよね。ちょっと暗かったんですけども、ロー現像でこれは救えるかなと思います。で、今見ていただいたようにですね、いろんな色が広がってたのに、撮れた写真は全然写ってなかったですね。やっぱタイムラグがあるということだと思います。はい。合ってるところからずらした写真ですね。2発つきました。まあこんな感じでですね、実際に撮ってる秒数っていうのは1秒とか2秒ぐらいですね。こんな感じでどん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 撮っていくという形になります。ズームを動かす、いわゆるロコ感ズーミングというやつですけども、これはですね結構同じような写真になりがちですね。ズームしたとこから伸びていくようなイメージになってきます。まあ、ついつい中心に花火を置きがちなんですけども、端っこに寄せてみるとまた違った感じになるかなと思います。でこちらはですね、スパイダーって名付けましたけども、なんとなく雲のように見えたんでですね、ちょっと足多いですけど、そういう風につけてみました。余裕があればカメラを動かすっていうことをやってみてもいいかもしれません。3way の三脚ですと横にスライドさせたり縦にスライドさせたりっていうのが簡単にできます。自由運台だと斜めにスライドなんかっていうのもできますよね。で 3way なんかだとパン棒を持ってですね90度に回転させたりっていうのも簡単にできます。そういう形で撮ったのがこちらの写真です。もうかれこれ何年経つかわかんないんで、どういう風に動かしたかはもうさっぱりわかんないんですけども、こういう形になりました。でこちらは横にスライドさせた写真ですね。縦にスライドするとこういう形になります。下に振ったような形ですね。でこれは回転です。なんとなく火の鳥のように見えたんで、そういう風に名付けてみました。結構これも古い写真ですね。でこちらは小宇宙ということで、これも回転なんですけども、なんとなく2つこう銀河がねあるような、そんなイメージ でこちらクジャクに見えませんでしょうかね。もちろん後付けなんですけども、回転させて撮ったんですが、こういう形でクジャクになんとなく見えたんで、そういう名付けをしました。で合わせ技、これは回転とかとですね、さっきのピントずらしっていうのを複合したものになります。こちらの写真、回転させながらピントをずらしました。なんとなくね、アヒルの大群のように見えたんで、アヒルと名付けてます。こちらは、なんとなくですね、これも動かしながらピントずらしなんですけども、おたまじゃくしっぽい感じがしたんで、そういうネーミングにしてます。で、左の写真は放浪というタイトルにしましたけども、これも動かしながらですね、ピントをずらしてます。なんかさまよってる感じですよね。で右側はですね、ピント位置をずらしながらカメラを横にちょっと上にもですね動かしております。なんとなく生き物みたいなですね写し方です。こちらは実際にですね撮ってるところをキャプチャーしたものです。横に動かしてますよね。これ先ほど写真見ていただいた横にスライドした
ものの映り方ですね。ちょっと間違えてですね、絞ろうと思ってライブコンポジション一瞬になりましたけども、戻しました。これは左右に振った感じですね。これは下に振った感じですね。ただ実際ですね、回転する場合っていうのはリモートケーブルがあった方が良さそうでした。回転するときって3ウェイやっぱりパンボを持って回しますので、右手がシャッターにあるとですね、回せません。ですのでレリーズでシャッターを押しながら回転させて左手でですねピントをずらすという複合技を使ったりします。ずらしながらピントを戻したりとかってことですね。自由運動の場合はですね、やはりバンボはありませんので、カメラを動かす形になるんで、グリップを握ったままでいいと思います。ということでいろいろご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。機会があればぜひチャレンジしてみてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。